すっかり寒くなった今日この頃ですが、来年の夏に向けて今年育てた夏の花ランキングを作ってみました。評価基準はいかに楽して楽しめるかという点に絞りました。夏の花いろいろあるんですけれど、来年もおそらく育てることになるであろう3つのお花、ハイビスカス、スーパートレニア、ベゴニアダブレット、この3つに絞って評価をしました。まず項目1つ目、水やりの楽さからいきます。私は自宅以外にお花を管理している場所があるので、なるべくなら水やりのために通う回数を少なくしたいんですね。で、万が一水切れしてしまったとしても、その姿があまりにもシュンとしていると、それを道行く人に見られた時にちょっと恥ずかしいんですよね。なので、水やりの楽さっていうのは回数が少なくて、万が一水切れしてもその水切れした姿が目立たないという点で評価しました。1位ベゴニアダブレット、3位のハイビスカスは、水切れするとせっかくのつぼみが落ちてしまうので、水切れ厳禁ということで最下位になりましたが、これは管理の仕方次第、例えば腰水管理することで防げますので、もしハイビスカスを育てようと思っている方で、ここで3位だったからといって育てるのをやめようとか思わないでくださいね。2位のスーパートレニア、これは水切れした時の姿がぐったりとなってしまって、すごくみすぼらしい感じになってしまうんですね。もう一目で水切れしてるなって遠くからでも分かるぐらいしおれてしまいます。ということで2位にしました。すぐに水切れに気づくことができるご自宅とかでしたら、気づいた時にすぐに水やりすれば何の問題もないと思います。ベゴニアダブレットはたとえ水切れしたとしても、ちょっと葉っぱが柔らかくて若干クタッとなってるなっていう感じで、あんまり遠くから目立たないんですよね。ということで1位はベゴニアとさせていただきました。次に項目2つ目、花がら摘みの楽さ、同率1位でトレニアとベゴニア。トレニアとベゴニアはほぼ花がら摘みせずに育てました。それでも十分見られると思います。3位のハイビスカスは終わった花を摘まないと花がらがすごく目立ってしまいますし、放置すると種ができてしまって株が弱ってしまうので、花がら摘みした方がいいということで3位としました。次に項目3つ目、刺し目の楽さ、1位スーパートレニア。これは本当に刺し目が簡単にできてどんどん増やせます。で、刺し目した枝にも割とすぐに花がつくのでとっても嬉しいんですよね。切り戻しを兼ねてたくさん刺し目にすれば、あちこちトレニアだらけなんていうこともできますので、刺し目初心者の方はぜひチャレンジしてみていただきたいなと思います。次に項目4つ目、楽して豪華に見えるか。1位ハイビスカス、花が大きくて色も鮮やかなものが多いので遠目からでもすごく目立ちます。花の形も豪華な印象です。2位と3位は迷いましたが、なんとなくベゴニアって公園や学校に植えてあるお花っていうイメージが私にはあって、ちょっと豪華さには欠けるかなということで、スーパートレニアの方を2位にしました。ということで得点を合計してみると、1位スーパートレニア、2位ベゴニアダブレット、3位ハイビスカスとなります。お花に順位をつけるってちょっと気が引けますけど、これはあくまでも猛暑の夏にいかに楽して楽しめるかっていう観点での順位です。暑い夏はなるべく手間をかけずに楽しみたいっていう方の参考になれば幸いです。ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただき本当にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。ではまた。